岸君はキングプリンス時代から最高のリーダーとして知られており、特に翔君にとっては唯一甘えられる存在だった。ガン君の今後の活動に期待し、彼の成功を祈りつつ、彼の魅力を多くの人々に伝えていこう。岸優太という人物について語ると、その魅力は非常に多岐にわたる。彼は節約家でありながら、必要なところには惜しまずお金を使うという金銭感覚を持っている。 そのため、ただのケチではないという意見が多い。彼の倹約ぶりは親近感を抱かせる一方で、彼の寛大な一面も多くの人々を魅了している。例えば、岸く君はプレゼントにお金を惜しまないし、価値を理解している人だということが言われている。グループのキーパーソンとしても、彼の存在感は非常に大きい。岸く君はキングプリンス時代から最高のリーダーとして知られており、 特に将軍にとっては唯一甘えられる存在だったそのためリーダーとしての重責を担うことに対して彼が感じているプレッシャーも相当なものであったと考えられるしかしそれにもかかわらず彼はますますかっこよくなり歌やダンスの才能を全開にして楽しんでいる様子が見られる彼の契約家としての側面は仲間に嫌われることなく人徳を持って接することができる点でも評価されている キシ君はその不思議な魅力で好感を持たれ、ケチ君という称号も尊敬の念を込めて呼ばれるほどである。生活面では普通っぽく振る舞う一方で、本業の歌やダンスでは高いスキルを見せる。そのギャップがまた彼の魅力を増している。ガン君がリーダーとしての役割を嫌がる理由の一つには、キングプリンスの分裂時に感じた責任感の重さがあるのかもしれない。しかし、 現在の彼はその重圧を乗り越え、より一層輝いている。彼のリーダーシップは、グループ全体が心から仲良くできる雰囲気を作り出す点において非常に優れている。岸君の金銭感覚は驚くべきものであり、必要なところにはしっかりとお金を使い、それ以外のところでは節約を心がけている。そのため、長い間芸能界にいてもその金銭感覚を失わないでいる点が評価されている。 また、彼のリーダーシップも、やるときはやるという姿勢が垣間見える瞬間があり、その一面がファンを感動させる。アンチの存在については、人気があるからこそ出てくるものであり、岸君自身もそのことを理解している。彼は謙虚で周りを明るくする才能があり、ファンもその点を理解して応援している。アンチの意見に左右されることなく、 自分の道を進む岸君の姿勢は多くの人々に勇気を与えている彼はまた家族思いの一面もありお父さんに家をプレゼントするために一生懸命貯金をしているというエピソードもある車を買ってあげたり高級寿司をご馳走したりするなど家族への感謝の気持ちを忘れない高校息子である彼のこうした行動は彼がどれだけ心はしい人間であるかを物語っている ナンバーアンダーラインアイというグループの中でガン君の存在は非常に大きく彼がいなければグループは成り立たないと言っても過言ではない彼のリーダーシップと人徳がグループ全体の結束力を高めているのだファンの皆さんには岸君の素晴らしい一面をもっと知ってもらい彼の活躍を応援してほしいアンチの声に負けず岸君の進化を理解しているファンの存在が 彼の力になるる。ことを信じている岸君のこれからの活躍に期待し、応援し続けていこう。岸君のこれからの活躍に期待し、応援し続けていこう。彼の金銭感覚は、ただの節約ではなく、賢明な資産管理という視点からも評価されるべきである。お金を大ごとにしつつ、価値のあるものには惜しまず使う姿勢は、多くの人々にとって模範となるだろう。また、 彼の家族への思いも特筆すべき点であり、家族のために貯金を続ける姿勢は、彼の誠実さと責任感を示している。騎士君がリーダーとしての重責を担い続ける中で、彼の決断力と行動力はグループ全体に大きな影響を与えている。彼のリーダーシップは、グループの成功に欠かせない要素であり、その影響力は今後もますます強くなるだろう。リーダーとしての彼の姿勢は、 他のメンバーにも良い影響を与え、グループ全体の成長を促進している。さらに、ガン君の音楽やダンスの才能も見逃せない。彼のパフォーマンスは常に高いレベルにあり、その技術と情熱は観客を魅了する。彼のパフォーマンスを見るたびに、彼のプロフェッショナリズムと努力が感じられる。彼の才能は、彼のキャリアにおいて非常に重要な要素であり、 その成長を見守ることはファンにとっても大きな喜びである。岸くんのファンにとって、彼の存在はただのアイドル以上のものである。彼の姿勢や行動から学ぶことが多く、彼の言葉や行動が多くの人々に影響を与えている。彼のファンは、彼の進化を理解し、応援し続けることで、彼の成功を共に喜ぶことができるだろう。アンチの存在はどの人気者にも付き物であるが、 岸くんはそのことを理解し、自分の道を進む強さを持っている。彼の謙虚さと周りを明るくする才能は、ファンにとって大きな魅力であり、そのことが彼の人気の一因となっている。アンチの声に負けず、自分の信念を貫く岸くんの姿勢は、多くの人々に勇気を与えている。岸くんのこれからの未来は非常に明るく、彼の成長と活躍を見守ることがファンにとっての楽しみである。 彼のリーダーシップ、音楽やダンスの才能、そして家族思いの姿勢は、彼を特別な存在として際立たせている。彼のファンは、彼の成功を共に喜び、彼の成長を応援し続けることで、彼の未来をより輝かせることができるだろう。ガン君の今後の活動に期待し、彼の成功を祈りつつ、彼の魅力を多くの人々に伝えていこう。彼のリーダーシップや才能、 そして人間性は、彼を特別な存在として際立たせており、その魅力を多くの人々に伝えることが、ファンにとっての使命である。岸くんの未来が明るく、彼の成長と成功が続くことを信じて、応援し続けよう。ガンくんのファンの中には、彼をもっと映してほしい、もっとソロで歌ってほしいという声もあるが、彼自身の意思を尊重することが大切である。 彼が今やりたいことを応援することが、真のファンの姿勢である。結論として、岸優太はその金銭感覚、リーダーシップ、家族思いの姿勢など、多くの魅力を持つ人物であり、彼の存在は多くの人々に影響を与えている。彼のリーダーシップと人徳は、今後も多くの人々に感動を与え続けるだろう。ガン君の未来に期待し、彼がどのように成長していくのかを見守っていきたい。